ボラカイ島、コロナ後ボラカイ島がどうなってるかっていうのを結構聞かれますね。まあ、空港はどこってそもそも聞かれるんですけども、まあ、日本からの行き方ですよね。まずマニラまで、直行便で、まあ、関空とか成田とかから行って、そこから国内線に乗り換えて、まあ、カリボ空港もしくはカテクラン空港というところに着くのが一番早いっていうところですね。まあ、あとボラカイ島のビーチっていうのは綺麗で有名なんですけど、まあ、世界ナンバー2ビーチリゾートっていうふうに欧米で認定されたんですけども、まあ、もちろんマリンスポーツはいろいろできますし、まあ、基本的にですね、海岸ビーチでゆっくり綺麗な浜辺海を楽しむっていうのが一番いいかなと思います。あと、まあ、夜遊びっていうのもできたりとか、お酒飲んだりできますね。SP500 どれぐらい増えるかっていうの結構聞かれます。